ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はハローネイバーハイド&シークのね、続きやっていきたいと思います。ステージ2ですね。おそらく警察ごっこをしているのかな。前回のステージ1だと、人形を集めて、行けば最終的に人形を集めて時計が12になったら終わりだったかな。今回はどんなステージなんでしょうか。あ、でも時計あるね、やっぱり。ちょっと見に行くか。あ、早速追われてんな。でもあの感じさ、さっき妹が持ってたのって黒だったよね。おう、ここに、あ、でも何も書いてねえな。あ、向こうにいる。お金があるのか、見当たらんぞ。あ、これ、お、やばい。なんだ。はい。あるな。あるね。あるな。ちょ、これ使っちゃうか。あるな。1? まだありそうだね、ここ。いけないんだ。ちょっと今のところもなんか扉があったから気になるけど、なんか上行けそうじゃない？ああ、行けそう。え、うわ、いるわ。やべ、これだね。チチンっつったもんね。来いよ、ちゃんと。で、なんで追いかけてこねえんだよ。見失うの早すぎだろ。一回さっきのとこ行くか。あの上どうやって行くんだろうね、まだわからねえ。1、2、これぐらいか。あ、出れねえ。なるほどな。これ兄ちゃんが来たら開くとかかな。そうかもしれないね。来てる。とりあえずこっち行こう。んでだ。あ、あそこにトラック。トラック怪しいね。あった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 。これだこれだ。あー、向こう左にいたわ。よいしょ。あと行ってないのはこの右側。おお、危ね。あ、引かれるのかな。飛ぶかこれ、引かれたらどうなんだろう。あ、トラックある。いいね。金ごっそ。あとは、まあ、いいか、置いてくるか、3つ。これ左の右ね。いるな。
よし、おお、いるな。あと行ってないのどこだ。なんかさ、あれ何、あ、車が反転しますよって感じか。2回やったから意味ねえか。ここさっき来たとこだね。あと行ってないところは？あっちは？いや、なんもねえ。ここありそうだな。あ、そこも行ってないね。あったあった。あるね。あるある。これ持ってった方がいいな。よし、来るか。オッケー、ナイスカラス。こっち引っ掛けて、あとここ行って、ここじゃねえか。この次か。違うな、ここは来たな。でっけえタンス。よいしょ。あと行ってない。あ、なるほどな。のさ、行ってないとこ行ってみる？こっちか。これね。いや、ないぞ。ちょっと一回逃げるか。まずいかも。まずいね。もう半分見切れてないな。ここに関して。で、行ってないとこ、上行ってないよね。トラック来んのか。帰れるわ。あ、でも、あ、行けそう。なるほど。でも方向的に。いけそうだけどね。あ、来た。おお、なるほど。面白い。で、この先？この先か？あるのかい、金は。いや、ねえ、これか。上もあるなぁ。おぉ。お？
これか。乗れたぜ。いや、何もね。あ、反対か。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。OK。で ?5 ではないな。あ、ソファー。お、なんだ?よし、これ向こうか。あそこ開いてんな。あれ、おお、なんだあれ、すげえ。こうか。近かった。こうか。ん、網に引っかかってる。おー、お、なるほど。あ、でもいけない。あ、これさ、鍵どうする。これさ、明日致命的か、これ。鍵どっか行っちゃった。鍵どこに必要なんだ。でもあれ、こういったでしょ。鍵下に落ちてるかな。不安。落ちては、ない。あ、これか。どうなんだろう、わかんねえけど。ダメだったらやり直すしかねえ。でしょ。あとはこっちも行ったなあ。これのさ、右側行ってねえや。あ、これ、うん、違う。おせ、押せないぞ。どういうことだ。ああ、なるほどね。いや、結局正解がわかんねえな。なんかヒントがあるのか。これなんかどこが押せてんのかわかんねえ。何も正解がわかんねえな。とりあえずこれがリセット状態だ。んで、
どう、なんか暗号かこれ。わかんねえな。ちょっと後回しにするか。あ、ここ行ってない。一回巻くぞ。押すのに何かあったとしたら全然わかんねえな。なんかどっかにヒントがあるんだろうな。まあ、とりあえず巻いて、まあ、でもあと半分ぐらいあるぞ。あるあるある。めっちゃあんな。まだあるね。しっかり巻くか。来てんな。一回こっち側でおびき寄せることでやりやすくなるか。ないね。あと一個。来てるわ。ここ謎だな。謎すぎる。なんか点々なんてあったか。それか番号がどっかに書いてあるか。痛い。来てんな。あと入るところあるか。あれがわかんねえとな。何桁というかどこを何個押せばいいかもわかんないしね。これでここは終わりやと思う。やばい、捕まっちゃった。俺の財宝をどこを持ってくんだ。あ、ここにあんだ。一旦巻くか。よいしょよいしょよいしょ。でもそこに置かれる分にはいいな。地形し。オッケー。雑に置いてあんな。インツェイ。
か。とりあえず4つあるのか今。これ入れた後どんぐらいか時間見てみようか。まだ半分ぐらい。結構あるね。まだまだだな。ってことはこの中のやつが結構大事なのか。よし、やっぱここだよな。なんかどこにあ、あれかな、これ登れる。お、登れる。なるほどな。よいしょ。これだ。よっ。マジ？137。なるほどな。今のうち1、やばい、来ている。これ分かっちゃえばいいな。一回逃げよう。あと動いてる番気になるんだよね。ああ無理か。あーそこに、なるほどなるほど、こうだ。ここ何の意味だろうと思ったけど、そういうことか。お、なるほどね。何台あるんだろう。 OKOK。 これであと何個だろうな、分からんけど。でもだいぶあれじゃないか。よし、ちょっとさっきの137取ってくるか。バンまだあるかもしれんな他に。1、3、7、来た。よし、あとこれで何個だ。やべ、
しよしよし。あとどこだ。バンがまだあるか。取られてねえよな。荷台っぽいもんね。めっちゃあるじゃん。なんでこんなある。取られた。よしよし、これで全部じゃないか。よし、おお、近かったぞ今のは。バイバイ。この中に泥棒がいんのか。一回取られるとめちゃくちゃ取られるとか。あのなんかバンクみたいな銀行みたいなとこに結構あったもんね。こっちから行こうか。こっち来たわ。よいしょ。おお、もういいね。この2個で終わりじゃねえか。来てない来てない。オッケー。よし。なるほどね。これでステージ2クリア。ん？お父さんお母さん、どこ行った？いないんだ。どうしたんだっていうところなんだな。なんか先知ってるとしんどいかもしれんな、これね。え、連絡がつかないのか。今起きてることを想像するととんでもねえな。お兄ちゃんが優しくね、暇を作らないように遊んであげると。はい、ということで今回はステージ2をクリアさせていただきました。いや、なんかこう探すって単純だけどね、面白いですね。はい、ということでハイド&シークまだまだ続きます。今日はこの辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。